カルディツァはギリシャのテッサリア西部にある都市、カルディツァ県の県都である。紀元前9000年には人類が定住していた。国道30号でカルペニシとつながり、パラマスやラリッサ方面への道路もある。パラマス及びラリッサの南西、ファルサラ及びボロスの西、アテネ、ラミア、ドモコス、ソファデスの北西、カルペニシの北、アルタの北東、トリカラ、 グレーベナ、ヨアニナ、カランバカの東南東に位置する。市街には、学校、文化会館、体育館、教会、銀行、郵便局、トリカラからドモコスまでを結ぶ、鉄道駅、グラウンド、給水塔、広場がある。高等教育機関としては、テッサロニキ大学獣医学部と3校の専門学校がある。ギリシャで、最も自転車が身近な街の一つで、 市内の全交通量の3割が自転車で占められる。オスマン帝国時代にはソティラという村落が今日のカルディツァの中心地であった。同帝国から解放後の1882年にカルディツァ市として市政を施行した。第二次世界大戦中、テッサリアではギリシャ人民解放軍を中心にしたレジスタンス運動が展開され、カルディツァはナチスから解放された。 欧州初の都市となった。カルディツァ市は2011年の全国的な行政改革で新たに夏季の4基礎自治体を合併し再出発した。また市内は夏季の6区に分けられる。ありがとうございます。